どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。石の在庫が結構増えてきたので、石専用の倉庫を作ってみました。外装はすべて丸石で統一してみました。まあ正直あとは適当です。内部はこんな感じになっていて、この階段を降りると倉庫になっています。倉庫自体の作りはかなりシンプルにしてあります。まあ凝ったものにしても仕方ないですしね。向かって左側に丸石、右側に焼き石という風に分けてあります。倉庫が狭くなったら奥に伸ばしていくだけなので拡張性も十分です。今回は2枚目の地図埋めに行きます。個人的にはジャングルか砂漠あたりが欲しいですね。1枚目の地図の範囲外まで来て、2枚目の地図を作りました。それでは、早速埋めていきましょう。自宅目の前の海底神殿です。ガーディアントラップを作るとしたらここですかね。お、これはあれをやるしかないですね。バンジー出た、水を切り裂く峡谷。生成される順番は峡谷の方が遅いんでしょうかね。そういえば、1.9 からボートに大幅な変更が入るらしく、ボートが何かにぶつかって壊れる、ということがなくなるらしいです。快適な船旅ができるようになる一方、何か物寂しさを感じるのは私だけでしょうか。なんか逆転裁判みたいに見える岩を見つけました。こうやって改めて見ると、すごく似てますねこれ。地図探索はこういう面白い地形を発見できて結構楽しいです。小さい峡谷を発見しました。というか、もはやこれは峡谷と呼んでいいのか疑問になる小ささですね。え？何これ？葉っぱブロックを突き抜けて土が地上に飛び出してますね。地味ですけど何気にレアかもしれません。ちょ。こわ。まあプロクラフターである私が落下しなんてヘマ、するわけないですけどね。なんか隙間が空いてますね。失礼しましたー。封印。上から水が流れてきてます。地味にこれもレアな光景ですね。少なからず私はあまり見たことないです。地上に露出してる峡谷がクロスしてますね。このマップは結構面白い地形が多いです。そういえば皆さんはモンハンクロスかいましたか？周りの評判を見る限り結構面白そうなので、私もいずれ買おうかなと思っています。まあ今はマニーがないので、買うのはもうしばらく後になると思いますが。モンハンは4以降やってないので結構楽しみです。録画もしてますしアイテム回収はできるでしょう。はい。
新しく地図を作って、もう一度埋め直してきました。ということで地図埋めを再開しましょう。そうそう。防具は作り直したついでにがっちりエンチャントを整えておきました。これで死ぬようなことはそうそうないでしょう。はい。落下耐性とダメージ軽減のおかげでこの通りです。これはスリル満点のバンジーが楽しめそうですね。おお怖い怖い。なんか危ないってわかってるのにやりたくなってしまう不思議な魔力があるんですよね。この山、そこそこ高いですね。と言ってもまあ、パート5で作った小麦畑の方が高いんですけどね。なんであんな無駄にバカでかいもの作ったんでしょうかね。目の前に見えるの、メガタイガじゃないですか？固形石が見えますし、メガタイガで確定ですね。まあ特に目星いものはないのですが。お、峡谷ですね。これ、地下から見つけたらめんどくさいことこの上ないですね。ということで、2枚目の地図が完成しました。今回の目立った収穫はメガタイガくらいですかね。地図2枚探索して村が一つも見つからないというのはどうなんでしょうか。それでは、今回はここまでになります。ご視聴、ありがとうございました。